こんにちは、中華道の田中です。今週というか先週の日曜まで、アートフェア東京がございましてですね、何人来たんだろうね。なんか何万人か来たんじゃないかな。発表がちょっとまだ確認してませんけど、いわゆるコロナの時期でマンボウも出てますけど、でも去年はだいぶ来場者多かったんじゃないかと思いますね。で、入場料もだいぶ高い値段で、前売りで4000円で当日5000円だったんですけど、いつも入り口にやっぱ列もできてて、アートに対する興味熱意っていうのは年々高まってるんじゃないかなと実感しました。あ、それマイク入ってるちゃんと。それで僕がやってて個人的に良かったなと思うのは、アーティストの人たちね、普段やっぱり制作に専念しているので、そんなにずっとゆっくり話す機会ってなかなかね難しい面もあるんですけど、打ち合わせの時とか以外はね。でもいろんなアーティストさん集まって、でずっとこうやっぱり接客の合間に話す時間って結構取れるんですよね。だから普段だったら食事して、せいぜい喋っても、2、3時間じゃないですか。それが会期中プレビューから前回受けて4日間ありますからね、ずっといてくださるアーティストの方なんかだと、もうその丸4日間話す機会があるわけですね。でやっぱり人柄、アートフェアの最中っていろんなこともトラブルもあれば、接客してる時のそのお話のそのまま流してていい、ちょっと閉めてみようか。なんていうかな、いろんな対応で、体調を崩す人がいたりとかいろんなことありますけど、どんな考え方で、普段やってらっしゃるかって分かりますし、会期中、会場にね来ないアーティストも正直いらっしゃいますけど、その方はその方たちの考え方があるんだと思います。それもなんていうかな、アートというか仕事に対する考え方が分かるので、僕らにとってはそれも重要な情報なんですね。で、それからずっとやってていろんな他のギャガローのアーティストさんも来るわけですね。で、僕がちょっとなんか素敵だなと思ったのは、フマさんってフマコンテンポレイってのがあるんですけど、そこでやってる金巻さんですかね。ちょっと顔がたくさん割れて顔がたくさんある彫刻を作る作家さんいるんですけど、どっちかというとなんかちょっとポップな感じの表現かなという印象があって、ご本人もポップな人想像するんですけど、非常にね本当に誠実な方で、ものづくりをする人たちに対する誠意というかね、なんかそれをすごく強く感じさせる作家さんで、僕らのブースに来てちょっと少しお話ししてたんですけど、人間的に本当に尊敬できる方だなというのをちょっと話しただけで感じました。で、こういうことがね分かるのもやっぱあとは東京ならではかも分かりませんよね。皆さんある意味集まりやすいですから。で、金巻さん自身は馬さんの専属アーティストということでやってらっしゃいますから、直接交流する機会は少ないですけど、なんていうかな、でもそのなんていう、その作品のやり取りだけが付き合いじゃないですからね。うちなんかも諏訪さんうちで、書くことはなくてもね、ずっと付き合いありますし、多分どういうことをやりたいかとか、何をするべきかということは常に
アートに関わる人間だったらね、美術に関わる人間だったら画廊でもアーティストでも同じですから、そこについて問題意識を共有したりディスカッションしたりするのはすごく大事な時間 で、まあ、そういうことができる時間としてもね、アートや東京の時間というのは意味になったかなと思います。はい、まあ、言いたいことはたくさんありますけど、一つの動画でいくつも喋れませんから、まずはここで聞きたいと思います。ありがとうございます。